皆さんこんにちは。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、新しいキーボードの話なんかを、雑談っぽくお送りしていきたいと思います。この時期はですね、いろんなガジェットのリリースの時期でもあって、それは、キーボード界隈でも例外ではありません。今日はですね、そんな中からニューフィーの新しいキーボードの話と、嬉しいニュースもあれば残念なニュースもあるということで、ニューフィーのキーボードに関する雑談を、サクッと動画にしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。まず一つ目の話になるんですが、ニューフィーの新しいキーボードの話題になります。先日ですね、ロープロファイルのキーボード AIR75 の第2世代 AIR75V2 が発売されました。それに続いてとなるんですが、 AIR75 の弟分でもある AIR60 の第2世代 V2 が発売されることになりました。発売日としては今のところ10月17日が予定となっています。こちらもですね、 AIR75 と同じく V2 と銘打ったキーボードですので、見た目に大きな変化はないと思います。スペックの詳細はまだリリースされていませんが、 AIR75 を参考にちょっと予想でお話ししていきたいと思います。まずですね、大きく変わるのは2点あると思います。1つ目は静音性になります。 AIR96 からローポルファイルキーボードにもリッチな吸音材を筐体にインストールしています。 AIR75 も V2 モデルから同様の筐体設計になっているので、AIR60 も V2 で対応してくると思います。僕の今持っている AIR60 も一応モッドカスタムをしているんですが、筐体内も狭くて素人作業ではやっぱり限界があります。ここはですね、やっぱりメーカーがオリジナル設計で作る静音化が最適だと思います。 AIR75 の V2 でも静音設計の効果は体感できたので、こちらは非常に楽しみです。もう一つは VIA の対応になります。実はですね、こっちの方が僕的には楽しみなアップデートになります。もともとニューフィーは専用ソフトウェアのニューフィーコンソールを使ってカスタムをする仕様となっていました。ただですね、このニューフィーコンソールは Windows バージョンでしかリリースされていなくて、 Mac ではキーボードカスタムをすることができませんでした。そんな中ですね、先日発売された AIR75 の V2 ではついに VIA でのカスタムに対応してくれました。ニューフィーの記事によると、ニューフィーコンソールの Mac バージョンの開発を進めていたようなんですが、ここは断念してオープンソフトの VIA の対応に舵切りをしたようです。メーカーとしてはですね、オリジナルソフトウェアで普及させたかっただろうと思いますが、ここは英断だと思います。 VIA は多くのカスタムキーボードや自作キーボードでキーマップの変更やマクロ設定に使われているソフトで、直感的で使い方も比較的優しいソフトだと思います。しかもですね、もちろん Windows、Mac どちらにも対応しています。AIR60 でこの VIA に対応するということが、どれだけ意味があることかというと、 AIR60 は見ての通りコンパクトでミニマルなデザインの反面、そのサイズ感ゆえに機能制限されてしまうという側面も持っています。キーボードでサイズ感と機能性は相反するものなので仕方がないことなんですが、キーマップをカスタムすることで完璧とは言いませんが、少なからず改善することができます。なのでこのコンパクトな AIR60 こそ VIA が進化を発揮するんじゃないかと僕は考えています。はい、ここまで AIR60V2 のアップデートを僕の予想を交えてお話ししました。おおむねですね、 AIR75V2 に織り込んできたアップデートは載せてくると思うので、ここは公式のリリースを待ちたいと思います。はい、続いては AIR75V2 の話になります。こちらはですね、ちょっと残念な話になります。先日発売された AIR75 の V2 ですが、先月の22日にプレオーダーが終了して、順次発送となる予定だったのですが、僕のオーダーした商品はまだ発送されていません。メーカーからもメール連絡があったんですが、プレオーダーの発送はプレオーダー終了後9月の29日から10月の13日にかけて発送される予定だったのが、現状オーダーの 60% ぐらいしか発送が完了していないようです。どうやらですね、新しくオプションとして設定されたニューパックという、キャリングバッグの準備が遅れているようで、その影響で全体の発送遅延を起こしているようです。このニューパックをオーダーしてないユーザーへの発送は10月19日に完了するようで、ニューパックをオーダーしたユーザーはキーボードと別の発送をするといったことが、メールに書かれていました。僕はですね、幸い国内代理店さんにお借りすることができて、単体動画を作ることができたんで良かったですが、少しでも早く自分の AIR75V2 が届いてほしいです。
自分の A75V2 が届いたら新しいスイッチも試してみたいですし、まあ、前回紹介したローフリーフローとの比較も考えていますので、皆さんもまあ楽しみにしていてください。はい、今回はニューフィーのキーボードに関する情報を、まあ、サクッと雑談という形で動画にしました。やっぱりですね、新しい製品がリリースされるとワクワクします。僕がですね、ニューフィーより発行してもらっているクーポンコードももちろん使えますので、概要欄の方からチェックをしてみてください。はい、今回の動画は以上となります。この動画が面白いと思ってくれた方はグッドボタンお願いします。このチャンネルではこういった感じでキーボードやデスク周りのガジェット、あとは Mac や Apple に関する情報を発信しているチャンネルになります。少しでも気になってくれた方はチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。Stopping, even with nothing in our pockets. Hey.